政府はきょう午前新型コロナ分科会を開き緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の全面解除を専門家に諮問しました飲食店での酒の提供なども知事の判断で可能にする方針です9月30日をもって緊急事態解除をしたいと都道府県とも調整をいたしましたけれどもまん延防止等重点措置の対象にもしないということとしたいと。 政府は東京や大阪など19の都道府県を対象にした緊急事態宣言と8つの県に出しているまん延防止等重点措置を全て解除することを専門家に諮問しましたこれに伴って日常生活の制限を段階的に緩和する案を示しました飲食店への対策では宣言の解除から1ヶ月までをめどに感染対策などを行い認証を受けた店は午後9時まで 受けていない店は午後8時までの営業を認め、酒の提供も知事の判断で可能とします。イベントの観客数の制限も最大1万人までの入場を可能とします。政府は専門家の了承が得られれば、今日夕方にも正式決定する方針です。